ガスパール・カサド・イ・モレは、スペイン出身の20世紀前半で最も影響力あるチェリストの一人。作曲家としても活動し、最晩年には更新の指導や若い才能の発掘にも熱意を示した。ちなみに、日本では古くからカサドで呼ばれることが通常である。バルセロナの教会音楽家の家庭に生まれ、7歳でチェロを学び始める。 9歳でリサイタルを開いたところ、聴衆の中に混じっていたパブロ・カザルスに認められ、それ以降、カザルスの訓導を受ける。地元バルセロナが町を挙げて、カサド少年がパリのカザルスの元で音楽修行を続けることができるようにと奨学金を与えてくれた。職業演奏家としての活動は、第一次世界大戦中に始め、欧米各地で演奏活動や、 録音活動を繰り広げた。1959年に日本人女性ピアニストの原ジ恵子と結婚。カサドの楽器に対する姿勢は伝統的なものではなかったが、無伴奏チェロのための組曲や、そなたは古典的で自然な佇まいとカタルーニャの情緒が融合された作品として、チェロ奏者の間でかなり知られている。この他に、チェロ競奏曲や、弦楽四重奏曲、 ピアノ三重奏曲などの大作も残した。だが、おそらく最も有名なカサドー作品といえば、チェロとピアノのための商品集、愛の言葉レキエブロスであろう。他に、シューベルトのアルペジオーネ・ソナタを編曲した、アルペジオーネ協奏曲や、ドビュッシーの月の光のオーケストレーションなど貴重な、楽譜等が1990年に、原千恵子夫人ゆかりの玉川大学に寄贈された。 これらは2016年の秋に同大学教育博物館よりコレクション目録として観光及びデータベースの公開が開始された。遺品の一部で寄贈されず、ジエコ夫人の死後未整理だった学府資料の中からバッハの未発見の結婚カンターた BWV216 の主考譜が発見され、国立音楽大学の磯山忠教授らによって確認された。 国立音大では、ファクシミリ版を出版する予定としている。ありがとうございます。